はいみなさんどうもありがとうす。今回はエンジン列と軍のお話の中で固定群とバーンサイドの歩題の話をしていきたいと思います。バーンサイドの歩題というのは皆さん軍論の話と知っていると時々出会うんですね。抽象的でよくわかんないという人もいれば、まあ、実際具体的なものに適用できるという例でもありどちらも認識していただきたいんですね。まあ、実際エンジン列というものに適用できるので高校数学流のところでこれを使えばいかにいい華麗に解けるかということを今回シリーズ化しているわけです。でこれが、まあ、抽象的とはいえいかに自然に出てくるかということをこういう順番でいきたいと思います。前回の 話を受けて固定群バーンサイドの定理というのが意外にすると出てくるんですね。 で仮定としては前回までの作用のお話はぜひとも見ておいてください。これは当然ですね。で、軍と部分群というものが与えられたときに、インデックスというものを考えるというのがまあ常ですが、こういうものをちょっと知っておいてください。定義としては、このインデックス G コロン H と書いて、軍 G を軍 H で割ったものというふうに思うんですけど、これきちんと整数になるんですね。それがまあ左乗用とか右乗用というのが考えた時のその同値類の個数が一致して、それをこういうふうに書くんですよ。 でこれについてはまあ皆さんご存知だと思いますが正規部分群というもので割ると群が出てくるっていうのが結構強い状況なわけですね正規部分群については一般には部分群においては左上位右上位でしかも割ったところで群になるとは限らないそれが一致するときは正規部分群なわけですけどそういうことはまあ抜きにして群構造はちょっと失われちゃうけど一応インデックスという何か個数については出てくる、まあ、何かの同値類そして同一子というものにおいては一応右上位左上位の違いはあるけど まあインデックスは同じになるということぐらいはちょっと知っておいてください。そういうもとで固定群バンサイドの定理見ていきたいと思いますのでぜひとも最後までご覧ください。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。 はいといとうわけで前回を受けての話ちょっと復習しておきましょう軍事があって集合 X に何か作用しています単位限度は移らないとか結合法則を満たすような状況でしたねそうすると同値関係というのが自然に定義できますそうすると同値類が考えられて X の属する同値類って何かというと X の何か定数倍 G で移り合うようなものを集めてきたものそれを印象的に GX というのは自然なことでございました何か X というのがあってこれで移り合うというのが同値類同値関係で結びついているというのは何かというと AX とかけるようなものなのでこれが一つの類を成しているわけですね同値関係の これを GX と書くわけです印象的にねまクラス X と書いてもいいんですがこんな感じですでこれが1つの類を成しているで一方でこれに外側にある Y というものはまあ1つのまた別の同値類を表していて GY と書くでこういうものをまた集めていくるで,でっといって Z というのがあってこれのまた同値類というものを集めていくるでこれ全体集めてきたものが X をこの G による同値類でこの作用による同値類で割ったものそしてこれがきちんと分割になっているというのがそれは同値関係の一般論でございましたでここまでが前回やったことなんですねで今考えて のはこの gx というのが何なのかってことをもうちょっと掘り下げたいというわけです。ここが作用の出所なんですね。 で、GX というのは各 X 別に Y でも Z でも何でもいいんですが、この各コンポーネント、これそれぞれに対してどういうものを考えているのかというと、これ AX とかけるようなものなんですよね。そうすると G の影になっているということが想像つくでしょう。この方がまあ大きいわけですよね。G から降ってくるわけですから。なので、影になっているんですけど、ちょっと影としては大きすぎるんですね。つまり B と A という別の弦があったとしても、BX と AX が等しくなることは全然あります。というのは、ここら辺にある同じものを持ってきたら同じになってきてしまいますからね。A と B が違ったとしても。でこれがまあこれは 全てクラス X であり X の中の部分集合なわけですけどこっち G の言葉でもうちょっと書き下せないかなって思うのが自然だと思いますでその時に登場するのが大きな枠組みとして集合の順動系定理というのがありましたこれについては是非とも僕のプレイリストの方をご覧ください別に集合の順動系定理っていっぱいにあるわけではなくて僕がそう呼んでるだけなんですけど ここに例えば F というものがあったとします。この写像ですね、前写のものがあります。これで割ったものというのが考えることができました。G をチョロン F ですね。で、これの定義は何かというと、A と B というのがこの F で関係づいている、この同値関係になるわけですけど、この辺のことはまあかつて証明していますので、ぜひともそちらをご覧ください。これは行った先が等しいということですね。F で通した先が等しいということです。で、これをもうちょっと書き下したいんですで。これ定義そのものなんですけど、B というものを両辺にインバースかけておくんですね。そうすると、こういうふうになります。そうすると、B インバス、A というのは、x を固定するような弦、まあ、ここはあえて g と書きますけど、gx イコール x、つまり x を固定するような、今取っている何かフィックスしている x に対して、これを固定するような弦に属しているというふうに書くことができるわけですね。で、これのことを実は、x と書くわけです。x を固定するようなもの全体、つまり g の部分集合でそういうものを集めてくる。実はこれが 部分群になるということとを今から証明したいと思い思ますこれが1ワに相当するところですが、これが晴れて部分群であることを証明できたら何を言ってるのかというと、これ部分群による乗用に他ならないわけですね。なので、まあ、ほぼほぼこれは全く同じものとして、 g g 割割る g 括弧 x つつまり部分群に割る乗用と一一対1がつくんですで思い出してくださいここ単車になるんですねこれで割ったらでさらにここ全車ですからこれ一対一になるんですよなのでこれもともと調べたかったのでこれ調べればよくってこれ調べるとこれを調べることに全く同値なのでこれを調べることとこれを調べることが同じになるだろうという目論みで固定部分群というものを考えていこうというわけなんですね。 はいというわけで固定部分群やっていきましょう。固定部分群のまず定義なんですけど、群 G が X に作用しているときに X を何か源 X を取ります。このときに X に付随する固定部分群って何かっていうと群 G の源で X を固定するようなものと定義するわけなんですね。 で、これがまず言えることというのは、軍事の部分群であるということ。これ正規部分群とは限りません。とりあえず部分群であることが分かります。そしてもう一つは、こういう位数の条件が分かるわけです。軍事に対してこの縦棒というのはまあの、あの軍の位数ですね。集合としての弦の個数です。今、有限群を考えていることとしましょう。すべてまあ有限群です。で、そうすると部分群の位数を割ったもの、これはまあきちんと整数になるということは一般論で分かるわけですね。部分群であれば。これが実は先ほどの軌道に対応の個数と同じなんです。軌道についてはまあ縦棒で書いても別にいいんですけど、今一般に集合 なので、まあこういう風に書くことがまあ普通だと思います。軍事軍に対してはま縦棒で書かれたりするんですけど、別に一方一方的にこういう風に。 統一しても構いませんけどまあこれはいろいろなあの趣味の問題でこういうふうに書いておきましょう。で、これが軌道なんですね。今考えている軌道。まあ、同値類ですね。で、これが軍の言葉で書けたというのがちょっとだけ嬉しいことで、これが次のバーンサイドに繋がっていくので、まずこういうことを証明しておきましょう。というわけで証明なんですけど、まずこの G x というのが G の部分集合であることは確実で単位元を含んでいるので、まず空ではありません。そうすると、まず咳で閉じているか、インバースで閉じているということが言えてしまえばもう全ておしまいなので、それを証明していきましょう。つまり、 AB というものに対して GX に含まれるようなものに対して席で閉じているとか。 あとはインバースで閉じているということを確認していくわけですね。まず席で閉じている方なんですけど、これは定義から ax イコール x、そして bx イコール x ということが今分かっていますので、abx というのが今どうなっているかというと、まず席のあ作用についての定義からこうなっている。そしてここを使うと a の x になっている。そしてこっちを使うと x になっているということで終わりですね。で、インバースの方なんですけど、これは ax イコール x に対してここにインバースを両方かけるわけです。そうすると、a インバース ax。 イコール A インバース X になっていてこちらの方が結合法則から A インバース A エック X になっていてこれが EX になっていてこれが X になっているわけですから A インバース X は X になっているので A インバースもきちんと GX に入っていることが分かりましたというわけで部分群であることが証明終了ですねでもう一つこの軌道の方なんですけどこれが先ほど言ったようなものと全く同じになっているわけですね先ほど言ったことから G が GX に対して何か A に対して AX という何か対応がありますこれが全者なわけですね。すべてのここの弦に対して、a、x と書けるわけですから、a を対応させればいい。そうすると、これによる乗与というのが何だったのかというと、おまあ、乗与をまず考えておきましょう。そうすると、これが1対1になっているのが、いわゆる集合の順道形理です。そして、全く同じことを先ほどと書きますけど、これの定義というのが ax イコール bx だったわけですね。これを通した先、つまり fa イコール fb というなっているのが、これの同値類の同値関係の定義です。そうすると これ b インバース AX イコール x なわけですから b インバース a というのが gx に属してこれ部分群ですからねこれがいわゆるこの gx による右乗用としておきましょうかで右乗用とか左乗用どちらでもいいんですけどこれがあの等しいということですからここというのがまさにこれが g をまあこれはちょっと記号として若干まずいんですが 右なのか左なのかきちんと分かりませんからねこっちで書くのとこっちで書く流儀がありますけど、まあ、今こっちで書いておきましょうこういうふうに1対1対応するわけですねそれによってまさに定義なんですけどこういうふうになると従ってこの位数とこの位数が、まあ、1対11対1ですからこの g 括弧 x というのとこの集合の位数が等しいということになりますこれの集合の弦の個数ですねでこれというのはまさに定義から いろいろな定理、定義から Gx を Gx で割ったものというふうになってるわけですから、これがきちんと証明された。先ほどの議論、まさにそのものなんですね。こういうのがあって、バーンサイドが証明されるので、ぜひとも見ていきましょう。いというわけで、最後にバーンサイドの補題、証明していきたいと思います。軍 G が X に作用しているときに、こういうような都式が成立するということなんですね。 こういうようなって言ってもよくわかんないと思うんですけど、これ先ほど出てきたようなものなので、まず解釈を考えていきたいと思います。x に対して g というのが作用しています。それぞれに gx とか gy というのがあって gz みたいなのを考えましたね。で、こういうものの個数ですね。こういう類が何個あるかというのが1個、2個、点々点3個みたいな状況なのが左辺ですね。で、右辺何かっていうと、今度は、 これは A を固定してるんですね。こちらは実は X とかいうのを固定していました。これ X を固定して、これを G をニャーって動かして、これの個数を数えていたわけです。なので、これ X をフィックス、Y をフィックス、Z をフィックスみたいなことを考えているわけですね。一方でこちらはもうこの、これはちょっと無視して、A という軍 G の弦を一つ固定して考えているわけです。何か、ここにまず軍 G を固定しています。この時に何か X というもので、どういうものを考えているかというと、A で固定されるような何かこういう、 むし,ろこうむしろこうですねでこういうようなものの現 X の個数を数えているわけです。なので,でこれを1単位として考えてこれ A を変えるごとに全いろんなものが出てくると思うんですけどこういうものを数えて全部足し合わせて軍 G の位数で割ると実はこの両者が等しいということなんですね。方向性が違うの分かるでしょうかこれは先ほどからずっと考えているものなので、まあ、こう視覚的に分かりやすいと思うんです。X、から2をていっているようなものですね。こんな回こっちというのは G の弦を固定してこれで固定されるような X を集めてくるわけですね雰囲気としてはこちらでなんか A というものが、まあ、こういううい横軸でで考えてるよなな感じなんですねこちらは群 G あ X の弦を固定しこちらは軍 G の弦を固定しているという感じなんですで実際証明もそういう風になされるので証明見た方が早いと思いますので意味合いはね実は類の方を数えたいんですけどこちらの方を数えることによってこれを数えるという風によく使うわけなんですね意味からしてもそうですよね軌道の個数を数えたいというのは自然なものということが、まあ、次の動画見ていただくと分かるんですけどそういう風な使い方をよくするわけですが、まあ、とりあえずそんなことは時間に置いといてバーンサイドの方で証明していきましょうさてでは早速この証明 していいきたいと思うんですけどどういう風にするかというとこれはちょっとトリキーかもしれませんが次のような部分集合を考えてみましょう。つまり A AX とととと X X いいいううう組で X イコール X と関係づいてているような部分集合の個数をちょょっと考えてみましょうこれの部分集合でこれの個数ですね。漢字としては G と X という一つのんかね、二変数みたいなのがあって、X イコール X というような部分集合を考えているわけです。これの集合の椅子を考えているわけなんですけど、二つの考え方がありますよね。先ほど言ったように A というものを固定してスキャンしていく考え方と、X というものをスキャンして考えていくやり方があるわけです。例えばこの A を固定して考える方を考えてみましょうか。 いるかととう各 a という軍 g の弦に対して何を数えるのかというとこの縦列考えればいいわけですから x の ax イコール x と関係づいているものというわけでまさにこの右辺のここの部分が出てきてしまったんですね。なのでまあこれはこのまま置いておきましょう。一方で x の方を固定する方を考えてみるとどうなっているかというと2の x というものに対してこれが何を数えるかというと g の弦で。 AX イコール X となっているようなものこれってまさに何ですか固定群じゃないですか固定群の位数ですよねまあ縦線で書いてもいいんですが縦線で書きましょうこれってまさにこの中身というのはこうなっているわけですねで、これは先ほど証明したように群字というものの位数を固定群で割ったものというのが 軌道の個数だったわけですからどういうふうに書き直せるのかというと、これちょっと文母無視、逆にひっくり返しまして、軍 G の位数を軌道の,個数で軌道のまあ位数ですね、集合の個数で割ったものと等しいということになります。なので、この考え方でやっていくと、この軍 G というのは輪の外側に出せるんですね。これがちょっと嬉しいことです。なので、こちら側でいくとどうなっているかというと、軍 G の位数を外に出して、こうなっていて、集合の位数で、 の逆数なんですねこれがちょっと考えにくい。これをちょっともうちょっと計算しなくてはならないんですが、これが実は意外に簡単に計算できるんですね。意味をもう一度捉えてみましょう。この辺に x というのがいて、にょーんとなっていて、この各 x というのは別に同じ軌道にいても同じもの、この x というのはこの全体を走らせているんですね。ここで数えてもここで数えても実はこの gx というのは位数としてはこの位数を指し示しているわけですから、別のもの、この辺で別のものを走ったとしても、これ、数えるもの同じなんですよね。じゃあ何個数えるのかっていうと、ここにおいては、 このクラス X の個数だけ数えているわけですよ。そうするとどうなっているのかというと、ちょっとここはしょってというか、まず書いてしまいますけど、このクラス XGX の個数だけ。この 軌軌道道というものの軌道の個数数だけ数えるんですよそれは何かというとこの x っていうのはこの重複あるウーって数えるんですねでこの y のところについては、まあ、他にもあるかもしれないけどこのウェーって数えちゃうんですよこの全ての点についてここを足し合わせているわけですねそうするとそれを足し合わせる何個足し合わせるのかというとそれはクラス x 軌道の個数だけ数え上げるんですね何を数え上げるかっていうとこれを足し続けるわけですね というような感じで取られるわけですこのインデックスをちょっとここ,ことここで読み替えたというだけなんですねこれがちょっと作用の嬉しいところですそうするとこれでまさに1ですからね何しているのかというとこのクラスの個数だけ1を数えるってことはまさにこれってこれを数えているだけですからねまあ、というわけでクラスの個数がクラスの同値類の個数が出てきてしまいましたつまりこれこれと これが等しいのでこれを割ってあげればこれが出てくるというわけでこれが証明されたわけですねまあこういう技術的なところちょっとしょうもないんですけどこう2変数があって重要なことは A x イクル x という関係づいているのものの中でこういうスキャンをしているのとこういうスキャンをしているものそういうのを考えているまあちょっとした技術はありますけどまあこれはねインデックスの取り方の違いなんです同じものを何回も足しているというだけなのでまあただそれにすぎないということなんですね。ここちょっと恋がたいところではあるんです記号の慣れというかまああの記号の慣れ以上になんか中身をちゃんと見ているかということがちょっと重要になることはなるんですけどこんなメロンパンみたいなやつをちょっと考えてもらうとまあ道筋は簡単で技術的にはまあきちんと作用の中身が分かっていればすぐに出てくるということです というわけで今回はまあバーンサイドの定理の紹介程度で次回が重要ですよねきちんと円順列に適用できるかということを紹介していきたいと思いますので是非とも次の動画もご覧くださいではえまた次の動画も見てくださいさよなら。